こういったネイチャー系の作品でアマゾンにスポットが当たることってなかなかないと思うんですね、はい、すごくやっぱりあの環境が厳しいといいますか、雨が多く湿度が高く火もなかなか入ってこない環境での撮影ってなかなかその機材的にも難しい状況の中、まずそのアマゾンにスポットを当ててくれたっていうことがまず僕自身はすごく素敵だなと思うんですね、はい、ではですね、本日アマゾン大冒険のこの映画を応援しにですね、はい、もう一方、はい、特別ゲストが来てくれています。では早速お呼びしましょう。はい、熊本県からくまモンです。あら、くまモン、あー来た、あー来ました、来た、くまモン来た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 、くまモン、せっかくくまモンに来ていただいたの で、はい、で探検隊の格好もしていただけているので、田中さんとくまモンのアマゾンジャングルサバイバル対決というちっちゃいゲームをですね、いくつかやっていきたいなと思うんですけども、あらら、なんでございましょう。シリーズものをお願いします。よーい、スタート。勝者くまモンでございます。すごいよくまモン、すごいよくまモン。アマゾンジャングルサバイバル対決反復横跳び、せーの、スタート。残り5秒、4、3、2、1、終了。くまモンが19回、田中さんが16回、くまモンの勝利でございます。すごいね、くまモン、まさかの2連勝先ほどあのくまモンの動きすごかった。くまモンすごいんですよ、本当に。あの正直あのシリーズモーと反復横跳びは僕も余裕で勝てると思ってたんです。正直2勝0敗で勝っておしまいと思ってたんですけど、まさか の0勝2敗だったんですね。すごいんですよ本当に。シリーズ撲をした時に何でしょう、人の骨みたいな感じなんですね。熊なのに。いやでもすごくかです、本当に。ガチでやったもんね、あれね、本当に3回ともガチでやったので、反復横跳びもすごいです。これがまたね、さすがやっぱくまモンの魅力の一つでもあるなと改めて思いました。ちょっとタイキックバリに痛かったです、本当に。くまモンのなぜなら多分骨と骨がぶつかったんですよ。あの年末のそんな僕らもうあの幸せな仕事だと思って、はい、なのであのタイキックにだけ注意しながら過ごしていければと思います。